2005年のミスエキゾティックワールド優勝者であるミシェル・ラムールがファンダンスをする様子。ニューバーレスクあるいはネオバーレスクは伝統的なアメリカ合衆国のバーレスクをリバイバルおよびアップデートしたパフォーマンスである。伝統的なバーレスクの芸能に基づいているものの、この新しい形式には幅広いスタイルのパフォーマンスが含まれる。ニューバーレスクには古典的なストリップティーズから モダンダンス、演劇的な寸劇、喜劇的な大騒ぎをする演目まで様々なものがある。映画、バーレスクの貴婦人に出演しているマリオン・マーティンとクロリア・ディクソン。1860年末にリディア・トンプソンとブリティッシュ・ブロンズ・イチザがイギリスからアメリカに持ち込んだウィクトリア朝のバーレスクはセンセーションを巻き起こした。ブリティッシュ・ブロンズ・イチザは伝統的な舞台の演目を バロディカシ、当時としては露出度が高いと考えられていた衣装で男役を演じる女性たちを売り物にしていた。アメリカのバーレスクはすぐにミュージックホール、ミンストレルショー、ストリップティーズ、コメディ、キャバレーなどのスタイルを吸収した。結果的にバーレスクは1920年代から30年代のホリーズから40年代、50年代のガーリーショーへと発展し、最終的には 現代のストリップクラブに道を譲ることとなった。バーレスクにおけるストリップティーズの要素は地域ごとに様々な取り締まりを受けるようになり、このため検閲に定触せずに性的なくすぐりをする舞台演芸としての形式が出来上がるようになった。1930年代末期までに社会的取り締まりによって徐々にバーレスクショーは衰退していった。ショーの形式も お色気満載のアンサンブルバラエティショーから主にストリップティーズを中心とする単純なパフォーマンスに徐々に変わっていった。ニューヨークではフィオレロ・ラガーディア市長がバーレスクを取り締まり、1940年代初めまでには実質的にバーレスクビジネスの営業はできなくなってしまった。バーレスクはアメリカ合衆国の他の地域ではまだ残っていたがどんどん帰り見られないようになり、 劇場や映画館で裸が普通に見られるようになった1970年代までにはアメリカのバーレスクは最終的にみすぼらしい終焉に向かうこととなった。交流期のみではなく衰退期以降においても映画でアメリカのバーレスクのスピリットを伝えようとする試みはあった。た、例えば、目かけは天使じゃないでは、メイウエストがバーレスクショーを行った。 1943年の映画、バーレスクのキプジンは、バーレスクパフォーマーたちの舞台裏の暮らしを描いている。ピンナップガールのベティページは、映画、ストリッポラマの一番有名な呼び物だった。こうした映画では、女性たちは、露出度の高い服装をしていたが、全裸は、一切なかった。映画ザナイトゼイレイデドミンスキー・エスは、アメリカの古典的なバーレスクを楽しく再現するような、 内容だった。リリセイントシアのようなアーティストがバーレスクムーブメントのリバイバルに大きな影響を与えている。2009年、ニューヨークのハウルフェスティバルでのダーティ・マティーニ。かつてのスペクタクルとグラマーを懐かしむ新しい世代によりバーレスクが復興された。1994年、キャバレーのブルーエンジェルにてニューヨーク市内で初めてニューバーレスクのショーが行われたと言われている。 ブルーエンジェルから分かれたルスキャンダルキャバレーは2001年に創立され2017年10月現在もニューヨークで営業しているこのリバイバルについては1990年代半ばにビリー・マドリーなどがニューヨークで始めた一方全く別にロサンゼルスでミシェル・カーによるバーレスク集団ベルベット・ハンマー・バーレスクが始めたと考えられているさらにアメリカ合衆国全体で 多くのパフォーマーがそれぞれバーレスクの要素をショーに取り入れるようになっていった。こうしたプロダクションはとりわけ、サリーランド、テンペストストーム、ジプシー、ローズリー、ディクシー・エヴァンズ、リリセイントシアのようなアーティストのショーに影響を受けており、長じて自身が新しい世代のパフォーマーに影響を与えるようになった。現代のバーレスクは様々な形を取るショーであるが、 しばしば過去のバーレスクレジェンドを一人以上再現したり、検証したりするという共通点がある。ショーはスタイルを重視し、性的というよりは、セクシーさを目指す傾向がある。典型的なバーレスクは普通、ストリップティーズを含み、この他贅沢でキラキラしたコスチュームや炎症ユーモアも多く見られ、さらにキャバレー、サーカス、エアリアル私塾などを含むこともある。感能性、 パフォーマンス、ユーモアのバランスをとることが重要視されている。プロのストリッパーと異なり、バーレスクパフォーマーは、楽しみのためにパフォーマンスを行い、コスチューム、リハーサル、小道具に、謝礼よりも高い金額を費やすなどとも言われている。パフォーマーは、今でも、ペースティア、ジーストリング、マーキンまでストリップすることが多いが、 目的は男性に性的な楽しみを与えることだけではなく、パフォーマー自身が自己表現を行い、さらに観客の女性をそのパフォーマーの身に成り変わったような気分にさせ、自己表現を楽しませることが含まれるようになっている。コンセプトから衣装作りまで DIY 的な側面が非常に顕著である。さらにストリップティーズが性的対象化や性的思考に関する固定観念など、 社会的なタブーに挑戦するために使われることもある。バーレスクリバイバルは種類の販売免許やわいせつ規制法と衝突することでも知られており、このため言論の自由に関わる問題であるとして訴訟が行われ認められたこともある。さらにこの問題は新たなバーレスクパフォーマンスにより風刺の対象となった著名なバーレスクアーティストリタフォンティース。その後、 世界中でバーレスクパフォーマーが活動するようになり、多くの国でショーやフェスティバルが行われるようになった。今日ではアメリカ合衆国、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、ドイツ、チェコなどの東洋地域、日本などでバーレスクリバイバルが行われている。ラスベガスで毎年開かれているミスエキゾティック、ワールドなどのフェスティバルは大規模なコンベンションである。 ニューバーレスクで男性の体を持つパフォーマーが演じるショーはボーイレスクと呼ばれている。ボーイレスクが導入されたことにより、ニューバーレスクはそれ以前の女性の体のみが登場するバーレスクと非常に異なるものになった。かつてのバーレスクにおいてはドラーグクイーンのショーは存在したが、直接的に男性性と向き合うようなものは見られなかった。ありがとうございます。